これまで原則五ヶ月だった新型コロナワクチンの接種間隔について、厚生労働省の専門部会は三ヶ月に短縮することを了承しました。血は抗体かも十分上がるし、安全性についても特段の懸念報告されていないっていうことを確認したと。厚労省の専門部会は昨日、前回の接種から少なくとも五ヶ月空けるとしていた新型コロナワクチンの接種間隔について。 少なくとも3ヶ月に短縮することを了承しましたファイザー社とモデルナ社のワクチンが対象で3回目以降の接種に適用されますオミクロン株に対応したワクチンも含まれ政府は感染拡大に備え間隔の短縮によって接種を加速したい考えです